妹子。私が望んだ快楽のメイズ。苦しみや混沌など そこでは意味をなさず、胸をつんざく光は多大な意味を持つ。時にこれが私の望んだ地かと分からなくなり、アリスの迷い込んだ不思議な国と何ら変わらないような気にもなる。それでもフェアリーテイルがそんな意味で私を捕まえに来る。君は誰だい？君をずっと探してた。だって笑ったりしないから、私が夢見がちだってことをさ。一緒にどこまでも道なりに行って、恋人たちが眠る森に着いたら、私たちも眠ろ。この約束が私の一切の迷いを晴らしてくれるんだ。